川崎の向こう町商店街。この辺でご飯にしようかなと思ったんですけど、ラーメン屋さんとか大体午後からしかやってないっていうね、ハメになりまして、ここでちょっとご飯難しかったなと。6万5千円ぐらいで借りるんですね。5万から8万ぐらいで、一人暮らしの人には借りれるとあると。渡りた向こう町、渡なた、なんですかね、渡鍋じゃないよな。ちょっと商店街の名前が難しいですね。渡るに田んぼに向かいに町商店街ですね。あと地域の方にどう読むのか聞いてみたいと思います。また向かい町商店街かな、多分その名前だと思うんですけど、こちらの商店街ですね。コンビニさんが結構頑張ってる。